夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み10代独特の青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルで描く Shake My Days のファーストアルバム愛そスタシー、ただいま全国 CD 店で好評発売中。バームトーンレコーズ。あるというのならその強さを教えて。はい、そういうわけでここからはパームトン公式チャンネルとサラダ正規公式チャンネルの2限放送ということでお届けしております。今夜はまず今回は1971年の2月3週目のベスト10ランクイン曲を紹介しております。まあ、70年代に入りましたということはね、先週から言ってます。その60年代グループサンズブームが終わりましたということで、ああいうね、もう喧騒のねイケイケの感じはなくなってぐっと落ち着くと、ね、もちろんサウンド的にはロックンロール的なものも全くなりを潜めます。そして、ね、60年代後半からまあ台頭してきたフォークソングですよね。エレキじゃなくてフォークギターでもって表現していくと、ね、その中からまあシンガーソングライター、自分で曲作る人も増えてくると、それまではね、そのやっぱりこうね、歌手になるということはまあ、レコード会社に所属するというのがまずあったんですよね。契約するというのがあって、でその中でまあプロダクションとも契約をして、あの、まあ、両輪でね、活動して初めて歌手になれると。でレコード会社からすると商品なので、歌手というのは。なのでその、ね、ヒット曲を出すためにプロの作詞家、プロの作曲家、アレンジャー、歌手、ね、そして会社の一体となって売り出すということの 分業というか共同制作だったんですよね。だからもう歌手の人はまず歌を上手くなるということが最大、ね、要案件で、曲作るとか全く考えないというのが普通だったんですけど、その、まあ、ビートルズとかの登場で自分で曲を使って自分で演奏して歌うという流れが来たもので、あ、それいいなということで若者たちがまあ、ね、ギターを覚えて曲を作ってシンガーソングライターが出てくるという。で、でもフォークギターなので、やっぱりそんな、ね、景気のいい曲はできなくて、しかも当時ねギターね、割とあのいわゆるガットギターね、クラシックギターが多かったので、あれってやっぱりね、そういうこう何とも言えないのこう柔らかいね音色じゃないですか。だからやっぱり柔らかい曲というかが、まあ、主流になるんですよね。そしてその今でいうところのライブハウスというのは60年代当時は、いわゆるクラブね、今のナイトクラブね、キャバレーみたいな、大きなお店でステージがあって、ステージの上では歌手が歌ったり、まあ、なんかショーがあると。でテーブルがあって、普通の、ね、普通の、大人の方たちが、まあ、そこで食事をし、お酒を飲み、たまに踊ったりして帰るみたいな社交場だったわけで、そん なんか夜のお店って感じじゃなくてね、大人が遊びに行くところで、若者たちはジャズ喫茶の方に出入りして、でそこで割とねこうロカビリーとか、バングループサンドのバンドが出てきて、それがライブハウスの人気になるわけですよね。でそこもだからちょっとその若者たちが落ち着いたフォークの方に行ってしまったので、なんかわーっとねキャーキャー言うのんじゃなくて、ちょっと大人がまあね女性と連れてきて会話を楽しむムードを出すための場所として、そこがまあ社交場になるので、あのそんなやかましい曲じゃなくて、やっぱりムードのある曲が求められて、それがムード歌謡ですと。でその時のバンド編成が、いわゆるそのこうね、まあ、ドラムベースギターがあってギターがあって、でちょっとねブラスホーンがあって、でか パーカッションがその時ねやっぱり主流人気があったので、ちょっとやっぱラテンっぽい曲とか、まあそのヨーロッパっぽい曲ね、シャンソンとか、ああいうことが好まれたわけです。でそれがそのままそのレコードでにもその反映されて、呼ばれるスタジオミュージシャンがそういうところで働いている人たちなので、そういうアレンジになるわけですよ。だから僕はいつも言うように、その69年70年あたりの歌謡曲のアレンジが僕はすごく好きなんですよね。なんとも言えないムードがあって、おしゃれでね、でなおかつそのグループサンズ解散した後のミュージシャンたちも仕事がないもんで、そういう歌謡曲の仕事をすると、だからそういうムード歌謡とかフォークとかアイドルの曲であっても、なんかすごいテクニックを見せるわけですよね。じゃあすごくスリルが面白いんですが、まあそんな71年、早速じゃあまあどんな曲が入ってるか紹介していきましょう。トワエモア、誰もいない海、三河健一、女の朝、ヘンミマリ、めまい、ザ・ドリフターズ、誰かさんと誰かさん、ユキサオリ、生きがい、水前寺清子、大勝負、加藤登紀子、知床旅情、橋田紀彦と、クライマックス、花嫁、渚優子、京都墓場、そして、この頃1位を独走していたのが森進一、望郷となっております。
まあ、パーッとね、見た中でやっぱり目につくのが、そのトワエモアの誰もいない海ね。これ有名ですね。教科書にも載るぐらいじゃないかな。で、これいわゆるそのフォークソング的な作りなんですが、もともとは、なんかテレビの企画として、普通のね、そのバラエティの中で、なんか曲を毎週、なんか今回は今月の曲とか、今週の曲とかをね、いっぱい作って出すということがある中で、その、ジェリー伊藤さんという方が歌う前提で作られて、なんかちょっととかシャンソンっぽかったらしいんですね。だから歌詞聞くと辛くてもう死にはしないと、みたいなね。あんなに綺麗なハーモニー入るのに、最後死ぬ前提なんみたいな。と思うのはやっぱもともとシャンソンをイメージしてたっていうことがあって、でシャンソンってやっぱ愛のために死ぬとかねいうフランス人のね、なんかそういう何やらその極端なところね、エキセントリックなところが実はあるので、愛に命をかけるみたいなね、だから入ってたんだと思うんですけど、でこれをそのシャンソンで出してもそんなに話題にならなかったのが、そのトワエモアというね、あのコーラスデュオね、男女のデュオが、まあ、でもある日突然という曲でヒットを飛ばして、なんかそういうね綺麗なハーモニーの曲がないかという時にこの曲を取り上げて、完全にフォーク調にアレンジを変えて出したら、まあ、大ヒットしたわけですよね。だからやっぱりこのこうね、フォークギター、フォークサウンドで、これがフォークソングの代表曲にも今で入れられております。ああいう綺麗なメロディーとハーモニーねということです。そしてその他には、その橋田のり子とクライマックスの花嫁もそうですね。であれは、こうロック版エレキギターのバンドじゃなくって、当時そのフォークギターをやっててもそのグループを組むというのがあったんですよ。一人で弾き替えた、まあ多分ね、いろんな理由があって、当時そのいわゆる音響施設というのが多分そんなないので、今みたいにね、誰か一人スピーカー持ってるとかあんまないので、基本的には歌のマイクで、楽器も、今でもシールドつなぐとかはなくて全部マイクで拾うので、そのものの音量に限界があるわけですよ、一人でやる分には。だから大勢で、ギターも大勢で何人かで弾くと、まあ、音量が出る、歌も何人かで歌うと音量が出るので、必然的にグループが結成されるわけですね。だから、ギターが3人いてボーカルが3人ぐらいいるとかが当たり前ね。で、その中でまだその橋田紀彦さんは、フォーククルセイダーズで所属してて大成功してて、まあ多分お金もあったので、割とこれ豪華なアレンジね、ドラムも入ってて、フォークソングですが、結構ノリのいい曲になってて、かっこいい仕上がりになってるんですよね。でもまあベースはやっぱりフォークソング、なんかすぐに歌える、みんながこうね、ギターですぐ歌えるような曲っていうのがまあ主流になってます。そして、もう一つね、その顕著なのが、そのいわゆる歌謡曲系の歌詞の中で、後にね、僕らがその物心ついてテレビでよくヒットスタジオとか、まあ、ドリフの番組とかで出てくる、ちょっとね、大御所までいかないですけど、ベテランっぽい中堅っぽい歌詞の方で、テレビではよく見るけど、歌ってるとこ見るけど、ヒット曲あんのみたいな、後に女優とか出たりするね、方々のこの曲、その売れ出した頃がこの頃にあたる。で、美川憲一さんもそうですよね。それから辺見麻里さんもそうで、僕らがするともう完全に女優でね、意地悪のお母さん役とか、理事長の奥さん役とかね、そんなイメージが多いですよね。で、由紀さおりさんなんかも、後のそのね、お姉さんとやる童謡を歌うことをするまでは、どっちかといえばドリフと一緒にコントしてるね、面白いね、おばちゃんって失礼ですね、女の、綺麗な女の人みたいな。歌声も綺麗やけど、いや、なんかヒット曲とかは知らんなみたいな感じですが、普通にやっぱりベストで入ってます。そして水前寺京子さんも、まあ女優としてね、人気がありましたし、まあ、やっぱバラエティで司会やったりするイメージがあってね、まあ365の街は知ってるけどみたいな、あれ生まれてすぐとか生まれる前の曲みたいなイメージじゃないですか。でもこの頃は普通に人気歌手として流行ってたわけですね。だからやっぱりそのそういう、まあ、ラウンジというかナイトクラブとかで歌うためには卓越した歌唱力がないといけないし、そのやっぱりムードね、そのね、ムードと色気が求められてたということで、辺見麻里さんなんかはこの当時21歳でしたが、まあ多分ね、ちょっと見た目派手な美人なので、で多分そういうところの仕事があるので、そういう曲をね、こういうちょっとね、戦場的な曲を歌うんだったと思うんですよね。でアレンジもすごい、だからその、その当時のそのね、腕利きのミュージシャンがその結構いい演奏を聴かせてるんですよね。
ちょっとおしゃれで、ちょっとだからまあジャズの要素もありつつ、ロックのね、そのこうソウルロックというか、サザンロックというかアメリカのロックの影響があったり、で、その中で例えばドリフターズなんかも、もう人気グループだというのはもう分かっていたので、曲を出すときに、まあ選手も言いましたけどね、クレイジーキャッツのようなコミックソングにはよるけれども、クレイジーキャッツはあの当時の60年代のそのコンボバンドみたいなね、その、 なんていうか映画音楽をやるようなバンドの演奏ストリングスとか、まあ、本が入ってる感じと、あっちじゃなくって、もうちょっとそのロックバンド、今でいうロックバンド寄りの編成になってて、で多分そのね最高のメンバーが揃っているので、そういうなんていうかこう民謡調のというか演歌というのちゃうんですけどね、 あえての その今回あの誰かさんと誰かさんはね、あの誰かさんと誰かさんがっていう、ね、後麦畑とかで、ね、なるような、もうそういうなんかこう地元のね民謡みたいな感じの曲で、そういう稲対ね日本古来の演奏みたいなするところをめっちゃファンキーなサウンドになってるっていうね、あの先週紹介した、ずんどこぶしと一緒ですよ、あの辺にねそのこう、なんでしょう、当時のミュージシャンのね気概を感じるなと、あのどんな曲であってもそこに何かこう自分たちのセンスとテクニックをあの注ぎ込もうと、だからやっぱりこうその誰かさんの誰かさんね、ドリルの曲、まずアレンジがかっこいいというのはまあ注目です。もうちょっと達者なんでね、全員が歌ってるんですが、それでちゃんとね歌い分けてすごい面白いんですけれどもね、そして、ね、加藤登紀子知床旅情というのもこれも言わずと知れた、もうこれはもう日本の古来からあるね、そう昇華みたいなねもうイメージがあるんですが、まあ、森重久彌さんというね大俳優が作った曲だというのは有名な話で、ね、加藤登紀子さんという方もそのいわゆるフォークブームの中で出てきたフォーク歌手なんですが、まあ、ちょっとね変わってて、まあ、シャンソンっぽいのも歌うし、ワールドミュージックっぽいのも歌うし、ね、日本の民謡っぽいのも歌うしみたいな、何を歌ってもなんかすごくなんか懐かしい感じのするねその歌の人で、でその森重久彌さんバージョンの曲をよく聴いてて、あこれ私も歌おうということでこうレコーディングので、そういうレコーディングの時にアルバムの中でもそういう企画もとしていろんなところのねその有名な曲を何でしょう、有名でなくてもいい曲とかね、各地方で国で歌われてるとか地方で歌われてるみたいな曲を発掘してきては歌うみたいなことをこうそういうのもライフワークにしてはるので、その中でこう自分がなんかよく耳で馴染んでてこの曲を歌う、でもねその多分その当時インターネットがないので、そのなんでしょう、そのね曲をねちゃんとこう調べ、もうレコード買いは済まなかったんですけどね、なんとなく裏自分のそのなんとなくこう耳で覚えてるまま歌ったレコーディングしたらしくって、オリジナルの歌詞とは違ってる部分があるんですよね、でもなんかそういうのも当時はまあなんとなくええかみたいな、森重版の歌詞はこうやけど加藤登紀子の歌詞はこうだみたいなのが割とおおらかに許されてるみたいなことがあってね、その辺をパッと歌った時に、あ森重バージョンやなとかこう加藤登紀子バージョンやなとかっていうのが分かるような、まあ、仕組みになってるというかね、その面白い時代です。まあとにかくそのおおらかはおおらかです、とにかく。で多分そんなに人数もいないので、今ほどねミュージシャンも歌手も、でその中でなんとなくこうねおおらかにこう組み合わせがね自由に、そのフォークグループなんか橋田典子さんなんかも解散しては誰かと組んだみたいなことを自由にやってて、まあ多分契約がどうこうみたいなのも多分そんななかったと思うんでね、非常にそのこうおおらかな感じとちょっとこう地に足のついたでこう日本をテーマにした曲も多いですしね、あえてこの時代にねそういうこうもう若者たちは自由になるんだみたいな、戦争を知らない世代だからってみたいなことをね、ヒッピーとか出てきてる頃ですので、ね、ありながら花嫁というタイトルの曲を出してお嫁に行くのっていうねことを歌う、でもそれまでのなんかこうねお父さんお母さんっていうあの、瀬戸の花嫁のあれとはちょっと違うね切り口で、新しい世代のお嫁入りソングみたいな、でも嫁には行くんだよ、結婚には憧れてるんだよみたいなね、それでも面白いところだと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。渋い曲が多かったですが、もし、ね、曲を聴いたいなという方は、そのパンプの公式チャンネルの方の、かしこ TV の番組を見ていただければ曲が流れておりますので、そちらを聴いてください。ということで、ここまでの話、良かったな、面白かったなと思った方は、います。高評価ボタンを。そしてね、またね、72年、73年と続き聴きたいなと思った方は、今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、ではまた次回。